こんにちは、高橋です。皆さん元気でしょうか？おかげさまで私も元気です。今日は、超入門講座というのをやっているんですが、この2回目のですね、アイスさんからのお悩みですね。指が、左手の指が開いちゃってましたっていう話と、右手親指のピッキングですね、ストロークとお書きになられたんですが、2回目はピッキングなので、ストロークと思ってもいいんですけど、似たり寄ったりの話ですけども、強かったり弱かったり不安定だっていうね、お悩みが来たので、ここについて解説しようかなと思います。しげと先生こんにちは。超入門講座2回目を練習中の愛です。綺麗な音を探って1ヶ月半、今更ですが左手の指が開いていました。私はこれで音が出るのでどんどん練習していました。先生の動画を繰り返し見たところ、あれもしや汗ですね、これはダメな感じクエスチョンと直そうと思ってまた探り直しています。涙、やはり直した方がいいですよねクエスチョン。探り直す前の話ですが、右手親指の、ストロークと書かれてます。2回目でやってもピッキングだと思うんで、ピッキングが不安定で強かったり弱かったり難しいですね。今は右手練習どころか第1回目に戻ってしまった感じです。アドバイスお願いします、アイスさん、ということでありがとうございます。まずですね、1回目で戻ってしまったってことは全くなくて、1回目はまず左を、さっきの冒頭に弾いたね、キラキラ星の左手をやって、右手を2回目でピッキング始めますっていうね、そういう構成だったので左手からやってるわけですけども、左手でね、この弦の振動する距離感を決めて、で右手で音を鳴らすって順番なので、その順番通りに講座が進んでるんですが、左手に加えて右手が2回目出てきたことでやることが増えてるわけですよね。1回目も何かストロークやってるんですけど、そこまで2回目ほど、注意をしないでやってるんで、要はこれ耳が鍛えられて上達しているので、右手のその不揃いな感覚が聞こえてきたんですね。なので戻ってしまったのではなくて、鍛えられて耳が良くなって上達してるっていうことなんですよ。本当にね、多くの方がなんか最近練習してるのに下手になってるみたいとかって感覚終わりの方もあると思うんですが、僕もそういうやっぱりスランプみたいな時ありましたけど、後で師匠に話すと、そういう時に一番上達してるんで、そこでやめてしまうと一番もったいないよというふうに言われて、その通りだなと。この手でいろいろやると、いろいろできるようになった音を聞こえるので、耳が鍛えられていくんですね。この耳が鍛えられると、その自分の手の至らないところっていうか、もっとできそうだみたいなところが聞こえてくるんですよね。で、この耳の上達と手の上達がこう順繰り順繰りで全体のこの力をアップさせていくようなところがあるので、耳だけがね先にどんどん行っちゃうと、もうなんか弾くのつまんないみたいになったりもするので、インプットばっかりだとバランス悪いですね。やっぱ徐々にアウトプット、手も動かしつつ耳もいろんないいものを聞きつつ、聞こえてくるのでね、バランス取っていったらいいと思います。そしてその今の状態ですよね。愛さん非常にね、そのこのシーソーで上がっていってるんで、非常に順調に上達しているなと私からは見えているんですね。さて、じゃあ具体的な話で、左手の指が開いてましたですね。開いちゃってたと。これを直した方がいいですかというそのご質問については、いい悪いはないので、やりたい方に進んでいったらいいんですけども、でもこの質問が出る時点で直した方がいいよと半ばほとんどご自身でも思われてるんだと思いますよね。で、その課題の動画で僕の指がやっぱり
揃ってるのに比べてご自身の指を見ると開いてるっていうところのギャップに気づかれたということなんで、非常に鋭いですよね、うん。まあ、レッスンなんかでがっつり開いてる人に開いてますねって話をすることあるんですけど、この講座は動画で勉強してもらって、まあ、フォローアップ欲しい方には差し上げますが、愛さんは、まあ、今のところメールの質問なので、特にこちらから何かお伝えしてないんですが、ご自身で気づかれたっていうのはね、素晴らしくって、開いてしまうとやっぱまあデメリットがあるわけですよね。この左手の役割の根本的な話というかね、そもそもの話をすると、このフレットに弦を当てて振動する部分の長さを変えるわけですよね。最初この3弦だったらドなのに、2フレットまでに当てるとレになるよと。要は短い部分が振動すると高い音になるので、それが左手の役割ですよね。で、じゃあ開いてる時と開いてない時何があるかっていうと、そもそもフレットに当たれば仕事は完了なんですけど、開いてしまうとですね、要はこの当てるっていう仕事に対して、まあ、斜めにこう弦を押すことになるので、要はちょっと無駄な力というかね、最小の距離、最小の力で、押して、フレットに当ててあげたいときに、まあ、無駄が生じるということですよね。こっち向いたりこっち向いたりしてると無駄が生じる。しかも、まあ、この例でいくとフレットの際の方を、指当ててあげた方が、これもやっぱ少ない押し込み量でいくわけですが、このネックに近づけば近づくほど、隙間ができるほどやっぱり無駄な力と言ってもいいと思うんですね。たくさん力必要になるので、やっぱり揃えられた方がメリットが大きいというわけで、思わず開いてしまう指を、まあ開きたい場面もあるわけですよね。小指を遠くに届かせるとか、こういう時は届かせたいし、揃えたい時は揃えられるように、コントロールできるようにして選べたら一番いいわけなんで、まあその指が開く開かないって何が原因かというと、原因というか、まあこれ連動しているんで、手のひらと連動していて、ボールを握る時ってこれ全部指が開いちゃうわけですよね。で、楽器を弾く時に、まあこの人中薬をシンプルに関節の動きをやってる分にはこれに開いてこないですね。で、なんで開いてくるかっていうと、握る動きが含まれてるからなんで、後ろの親指を先にギュッてこの第3関節から曲げて、ネックを一生懸命掴もうとするとボールを握るような手の形になって指が開いてくる。なので対策としては、先に前側の指をこう作ってあげて、親指後でそっと触れるような感じで、ネックに、触れていくと、まあ、開きにくくなってくるので、まあ、ギュッて握っちゃうってことが多いと思うんですけど、その先に前側を作っておいて、まあ、平らにしておいてね、こっちを作っておいて、で後から親指をそっと触れる、この形っていうかね、体の使い方を何度もじっくりやっていくと、次第に開かなくなっていきますし、まあ練習しながら開いてたら、まあ揃うようにって意識し続けるだけで変わっていきますのでね、まあ気長に少し捉えて大丈夫だと思います。ということで、これやり直した方がいいかというよりも、まあどっちかというと修正というかね、上書きアップデートみたいな感じですね。まあアップデートなんで、そのゼロにリセットしてやり直すってことではないので、まあそんな風に捉えていただくといいかなと思います。そしてね、右手のストロークが不安定、まあピッキングですね。ここではピッキングですが、まあストロークでも一緒です。これ強かったり弱かったり難しいということなんですが、ここにはね、一個エクササイズみたいなもの挟むといいと思います。おそらく今やってることは、曲の中で右手がバラバラするっていう、強くそこが耳に聞こえてきた、耳が鍛えられてきたと思うんですが、おそらくね、押さえにくい左手のコードの時に力がグッて入ってるんだろうなというのが、ほぼほぼ、まあ私の中では、想定ができていまして、
まあ、意識のね、最初意識が届く下半身っていうのが、まあ、最初はちっちゃい器なんです。これをだんだん鍛えていくことで右手左手の感じがね、どんどん自動で動きつつどうなってるかが感じ取れるようになって弾けていくんですけども、今は左手がちょっとややこしいと右手に力入る状態なんだろうなと思います。これまあ屈筋連動といって、握る筋肉って力が入ると他の右手とかね、左手で握っちゃうと右手も力入るし、例えば屈筋の一部であるこう加えるっていうかね、歯を食いしばる動きになると今度は両手とか体中の屈筋力入っちゃうので、まあそこから力の関係がですね、左が握るほど右手も強くなっちゃう。これまあ人間の生理っていうかね、体の仕組みとして当たり前なのでそうなって、いくんですけども、まあ演奏なのでそれを均一にやっていきたいっていう時に、まあさっきの左手の話で言うと、まあがっつり握ってしまうと、やっぱり右手にも力が入っていくので、まあデモしましょうね。がっつり握る必要ないですよっていうのを一回、やっときましょうか。まあ3フレット制覇で左手をまっすぐこう下ろしたときに、これで楽器は鳴りますよと。お、これ握ってないですよ。骨格で支えてるので、骨で支えてて、ここふにゃふにゃでもこれ鳴ります。ふにゃふにゃふにゃ。鳴った音が今続いてますからね、ふにゃふにゃでも。つまりは楽器のこの 400g ぐらいの重さが、この人差し指と弦の間、まあ、ネックの間にある弦を、この楽器の重みだけで、まあ、この3フレット制覇ができたわけなので、全然握ってないんですね。まあ、全然握ってないはちょっと言い過ぎかもしれないです。まあ、でも、握る筋肉でこう握ってるわけではなくって、骨格、骨で大体支えているので、頑張ってギューって押さえて、鳴らすっていうことは、まあ、ゼロではないですよね。やっぱり練習しかかってる曲やっぱその難しいところそうなっちゃうんですけど、それがまあ明日演奏があるからそのやり方しかうまくいかないときはこれでしのぐんだけども、やっぱり立ち返ってね、長期で考えてなるべく少ない筋力で綺麗に4つの弦の音を鳴らしていくっていうのが、まあおすすめなわけで、その時にそもそもやっぱりその何キログラムっていう握力で抑えることが本当に必要かというと、ほぼほぼ必要ないんですね。形をうまく作ってあげることで、まあ親指のうまい支え方ですね、さっき立ってる時みたいな、これで軸がずれると楽器の下に親指があるとこっちにコロンっていったり、逆だったらコロンってこうなったりするんですね。まあ立って左手でこう真下に下ろしてコードを作って、親指がどういう状態であると楽器が一番安定するかっていう、そんな感じで探っていって、その上手い感じをこの座った時もそのまんまね、うまくね適用できると、ぎゅうぎゅう握らずに少ない力でコードを作ることができるので、まあまあそんな感じをね少し探りながら行ってみるといいかなっていうのは、まあ、これ左手の話ですね。で右手はどうかっていうと、これはですね、鍛えられてない部分ほどね強い音になりがちです。ちょっとやってみましょうか。撫でる、楽器の4つの弦を撫でる、弦をね弾くとか、まあ、叩くっていうのはちょっとね一個先に、素晴らしいウクレレ独特の技術があるんですけど、その前に撫でるができるとよくって、まあ、これストロークですね。人差し指、中指、薬指、小指、これね、人差し指もやっぱ一番安定しますね。一番鍛えられてるの。中指、ちょっと強くなりますよね。薬指一番押せないので弱い、鈍い音。で、小指は弱すぎるので、撫でようと思っても一番エッジの効いたっていうかね、強い音になっちゃう。これ、皆さんね、やってみられるといいと思います。撫でる、各指で撫でた時に全然音色変わってくると思います。小指が一番鍛えられてないですね。小指でストロークすることまずないし、
ピッキングもまあ小指 ほとんど使わないですね。ホールドしてますからね、どっちかというと。なので鍛えられていくと指は優しく撫でるっていうね、コントロールができるようになってくるんですが、鍛えられてないほどこの力を込めて頑張った動きになってしまうんですね、うん、なので、強かったり弱かったり、まあ、この思わず強くなってしまう、まあ、思わず弱くなってしまうっていうのがあるかな。でもそのこれをじゃあ頑張りでね、強くやって強いところで揃えるっていうのがあんまりこの、うん、これも大事なんですけども、これ2番目ぐらいにしておいて、最初はね優しいコントロールをね撫でられる、4つの弦が同じようになるっていうコントロールというか遊びというかね、エクササイズで、こうじゃ人差し指と中指が同じように撫でられるかとか、小指は全然僕もね明らかにこの音色違いますよね。優しさが小指は足りないですね。こういう形で、まあ、耳を澄ませつつね、4つの弦が同じように撫でられる、優しく撫でられる、いろんな指でやってみる。まずねこの左手つけるとねギュッてなってたりするので、右手は右手でこういう撫でるっていう感じで、それぞれの指がそれぞれの弦をどんな感じで撫でられるのかっていうのをね、こう、まあ、練習の合間でもいいし、全然練習今日する気ないわっていう時も撫でるだけ、こんな感じで各指のねコンディションっていうか、これを確かめるだけでも非常にこれね大事な部分が発達してくるので、強い弱いのところ、まあ親指もいいですよ、同じように撫でることができるかなっていうのね、ここ確かめていくことからスタートしていいと思います。その上で右手左手が今度ね融合してきた時に、さっきの右手の、同じように優しく撫でるっていうのを、左手が変わっても右手の感じをそのキープできるようになってくると思うんで、これ両手でいっぺんにやってると、この右手の感じと音色の感じをこう十分育てる前にね、あっちこっちに意識がいってしまうので、片手ずつやってみるといいと思います。でこの1本ずつのやつっていうのが、実は最後これねやっとくとロールストロークにつながってきたりするので、これ急にロールストローク、まあやり始める、将来的にね言い方おかしい、将来的にロールストロークやってみたいなっていう人がいると、小指から各指で弦を撫でるっていうのを、まあ、遊びでやっとくと、急にガーンってステップが上がるんじゃなくて、スモールステップでこうつながっていきますので、まあ普段のね指の状態とか、どれぐらいどの指が鍛えられてるか感じるとかっていう意味も含めて、弦を撫でるっていうね感覚を、うん、まあ、まずは均一に出るといいよねっていうので遊んでいくと、楽器と非常にねより仲良くなれますので、おすすめの、まあ、エクササイズというかね遊びです。はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。参考になれば幸いです。ありがとうございました。バイバイ、また見てね。ありがとう。